圏に戻れそうなルートはなし。ログアウトする方法もなさそうね。まったく、あんたなんでこんな危ないところに来たのよ。私は、私は何やってんだろうね。バカなことだって分かってる。でもリアルに戻ったところで、結局私はお姉ちゃんの影。GGO ではあんたの影なんて絶対に嫌だから。そんなの GGO に来た意味ないじゃない。お姉ちゃんがいない世界なら。そう思って VR ゲームを始めたの。みんなお姉ちゃんの妹じゃない。クレハとして認識してくれる。すごく嬉しかった。もっと強くなって誰もが知るくらい有名になれれば、私はリアルでも強くなれると思ったの。そうしないと多分私は嫌いになっちゃう。大好きなお姉ちゃんを。それなのにこっちはすごく必死なのに、あんたはどんどん成長して、本当に腹が立つわ。私嫌いになりたくないのに、あんただけは絶対に死んでほしくないの。意外と似た者同士だったのね。全く違うタイプだと思ってたけど、考えていることは同じか。私たち付き合いは長いけど、まだまだ知らないことがあったのね。さあセリスカさんたちのところに戻ろう。あんたと二人で話せてよかった。ちょっと待って、私一人で戦うって言ったでしょ。だから私が突っ込んで敵の情報を探るわ。みんなは距離を取って対策を考えて。クレアちゃん一人で勝てる相手ではなさそう、ということは分かっているのね。分かってる。でも最初に脅迫が来たのは私。すぐにみんなに打ち明けていればこんなことにはならなかった。今はバカなことをしたって思う。でもあの時、これでみんなを見返せる、認めてもらえると思ったのも。だからせめて責任は取らせてほしいの。みんなにもしものことがあったらなんて考えるだけでいいや。責任というのであれば、ザスカーの一員である私の方こそ責められるべきです。あなたたちは私が守ります。素晴らしい責任感だね。安心しなさい、イツキ。あなたも私が守ります。まいったな。今までの悪行を全て懺悔したくなる気分だ。あなたの長話は聞きたくないわ。みんな待ってください、私が突撃します。私は NPC なので壊れても問題ありません。相手はかなりの強敵よ。悪いけどレイちゃんではおとりにもなれないわ。そうよ、レイちゃんはご主人様をしっかり守んなさい。いいえ、私が。マスター、私もそれがいいと思います。大賛成です。やれやれ、うちのリーダーは厳しいオーダーを出すね。でもあなたが言うと不思議とできそうな気がしてくるわ。指揮は任せたわ。
う。弱ってるわよ。セリスカ、助かった。頑張るわね。その調子。嬉しいのです。その調子。弱ってるわよ。スタンしたぞ。ダウンです。チャンスなのです。手を貸してほしい。次だ。最高です。頑張るわ。クリティカルだ。
よ。今がチャンス。任せてください。弱ってるわよ。ダウンです。チャンスなのです。決める。すごいすごい。クリスタルだ。セリスカ、弱ってるわよ。今のチャンス。ここだな。その調子。任せて。頑張るわね。来るぞ。最高です。頑張るわ。やるわね。しっかり。マスター、マスター。ゼリスカさん。こいつは私が引きつける。援護する。ダメです。マスター、回復を優先しないと。もう一撃でも食らったら。マスター、嫌です。マスターがいなくなっちゃうなんて絶対に嫌です。ここはどこかおかしい。お母さんにアクセスできません。GGO のメインシステムも反応なし。プレイヤーへのメール送信不可能。完全にネットワークから遮断されている。違う、さっきはアイテム購入が可能でした。アバッシュ、マスターを連れて逃げるんだ。もう少しで弾切れよ。私たちが時間を稼げるうちに。待ってマスター。私だってやってみせます。誰か、誰か応答を。あれは何なんだ。アバシスさん。あ、やい。アバシスさん、回線接続しました。しばらくは安定して使用できます。アバシスさんたちがいる場所は GGO ではありません。ただいまストレアと一緒に状況を解析しています。ちょっと待っててね。レイちゃんが GGO からそっちに転送された後をトレースするから。パパ、準備 OK です。待たせたな。今そっちに行く。
ざっとこんなものよ。最高です。最高です。弱ってるわよ。今がチャンス。手を貸してほしい。しびれてるわ。集中攻撃だ。任せて。弱ってるわ。今がチャンス。素晴らしいです。あなたはすごいのです。いいじゃない。使う。ありがとうです。しびれてるわ。ダウンです。チャンスなのです。弱ってるわ。今がチャンス。デバフがかかってます。グーッと決める。嬉しいのです。まあ当然ね。頑張る。頑張るわよ。設置した。弱ってるわ。今がチャンス。スタンしたぞ。ダウン。チャンスよ。毒状態だ。やってー。集中攻撃だ。リエット、リスペット。もっとやりますよ。クレハ。回復する。いいね。ありがとうです。グーッと。リスペット。ああ使う。いいね。嬉しいのです。毒状態だ。
ダウン、チャンスよ。弱ってるわよ、今がチャンス。弱ってるわよ、今がチャンス。終わったらクリティカルだ。でしょうか。デスガン？デスガンなら、あ、いや、デスガンを名乗ったプレイヤーたちなら警察に逮捕されたよ。君も知っているはずだ、シュピーゲル。現実世界の名前は進化は教師。
そして彼の兄、新川翔一がデスガン事件の黒幕だったんだ。俺はそれを知らせにログインしたら、ユイからアバシスが GGO からいなくなったと聞いたんだ。アバシスが消え、君たちとも連絡が取れなかった。一体何が起きたんだ？それにここは？それは僕から説明した方がいいだろうね。どうせすぐにバレてしまうだろうし。ここはデスゲームエリア、 GGO とは似て非なる世界さ。セリスカはリーダーを守って死んだ。死んだ？どういうことだ？まさか。ああ、リーダーたちは今ナーブギアを装着している。デスガンに仲間の命を奪うと脅されてね。そのナーブギアには仕掛けがあってさ、ログインすると自動的にここに転送されるというわけさ。詳しくはパイソン君に聞いてくれ。僕はプログラムは詳しくないし、実は長話はあまり好きじゃないんだ。言ったことなかったかな、僕は魔王タイプだって。まあクレハとツェリスカが来たのは誤算だったけどね。大抵の人間は自分より大事なものはないから。だけど君は必ずここに来ると思っていたよ。僕と君の絆を、君には僕しかいないことを。だけど結果は君が言った通りだった。君が言う仲間はみんな本当の仲間だったようだね。君は僕を許さないだろう。それは当然だ。僕は君を、仲間たちを裏切ったのだから。だから僕は魔王の役を全うするよ。英雄たちよ、僕にもっと感動を与えてくれ。奇跡を見せてくれ。今は戦いに集中するんだ。君たちが本当にナーブギアを装着しているなら、イツキの言う通り、ここは真の戦場だ。重大違反を確認。 GM 権限を停止します。何のエラーだ。パイソン、応答しろ。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。プログラムにまで増反されるとはね。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。しまった。みんな、ログアウトするまで油断するな。必ず帰って。嫌だな、意味のない人殺しをする趣味はないよ。マスター！やっと二人きりになれた。でも、もうすぐお別れだ。また会いに行くよ。そこが仮想か現実か、それは分からないけど。もし君がこの世界の意味を追い続けるのであれば、芽吹いた先にその答えがあるかもしれない。前に言っていた政府関連の知り合い、菊岡に連絡した。そいつに君たちを会わせることも考えたんだけど、
セリスカ自宅で確認されたそうだ。眠るように死んでいた。原因はナーブギアだ。セリスカさん、彼女は密かにデスガンの情報を探っていたようだ。でもまさか自分の上司がデスガンの手先だとは知らなかったみたいだね。パイソンというプレイヤーに会ったことはあるだろう。彼はザスカーの社員だったんだ。デスゲームエリアを作ったのも彼だし、以前から気に入らないプレイヤーのアカウント停止などをしていたらしい。ただパイソンも自分の部下がゼリスカだとは知らなかったみたいだけどね。ナーブギアを送る際にゼリスカのリアルの名前を知って驚いたそうだ。じゃあアルファルドがデスゲームを？いや、今回の件に関係していたのはパイソンだけらしい。警察の取り調べではイツキの素晴らしさを延々と語っているってさ。でも肝心のイツキはどこにいるのかすらわからない。アルファルドのメンバーたちを調べてみても誰もリアルのイツキを知らないんだ。いや、みんな聞いている情報が少しずつ違うという方が正確かな。住んでいる場所、職業、年齢、意識的に情報を混ぜていたとしか思えない。何それ、じゃあ手がかりは全くないの？それと君たちから警察が回収したナーブギアだけど、クレハのものだけが偽物だった。アミスフィアの外観を偽装したものだったってさ。え、なんで？研究施設から盗まれたのは2台だけだったんだ。誰に偽物を送るかについては特に意図されていなかった。パイソンが預かった包みは3つ、それを指定された住所に送っただけだと言っていたそうだよ。ひどい。じゃあイツキも安全なアミスフィアを使っていたというわけなのね。正解はイツキに聞かないとわからないな。ごく稀にナーブギアを隠し持っている人もいるらしいし、おそらくイツキには現実世界でも協力者がいるんだろう。キクオカは徹底的に洗い出すと言っていたよ。俺からの報告は以上だ。多分君たちはまだ混乱していると思う。君が落ち着いたら展望台に来てくれないか？君と初めて会った日少し話しただろう。そこで待っている。もう頭がごちゃごちゃ。なんか分かっているのに実感がないの。正解なんてないわよ、こういうことには。ただ考えて、あんたは あんたが一番ショックよね。ゼリスカさんとすごく仲良かったのに。あんたがどういう決断をするのか分かんないけど、私はあんたと同じ道を選ぶわ。リアルでも GGO でも構わない、ずっとそばにいるから。今回のことで私少し分かった気がするの。セリスカさんにキリトさんたち、それに強さって何なのかを。誰よりもきっとね、人は大事なものがなければ強くなれない。私にとって本当に大事なのはランキングに入ることでもみんなに認められることでもなかった。大事な人に必要とされたかった。似ているようでね、全然違うんだよ。だから私は強くなれなかったんだ。仮想でも現実でも私たちがしっかり生きていればゼリスカさんは喜んでくれると思う。私もあんたもまだまだ弱いけどさ、一緒に行こう。本当に来てくれたんだな。いや、俺の時は当分誰とも話す気になれなくてさ、
ずっと一人でいたんだ。でも俺の場合は俺がどうしようもなくダメなやつで、俺はいわゆる SAO サバイバーなんだよ。その中でも攻略組って呼ばれている前線にいたプレイヤーでさ、仲間を失ったこともある、人を殺したこともある。あのデスゲームをクリアできたのはみんなの力だ。俺を英雄と呼ぶ人もいるけれど、俺は決してそんな立派なものじゃない。ソードアートオンラインでも他のゲームでもデスガン事件でも、だけどアスナたちが支えてくれた。みんなと出会って今こうして生きていられる。だから決して同情とかじゃなくって、君の気持ちが少しはわかるし、何かできないかと思ったんだ。おせっかいだったら悪い、でも聞き役くらいはできるつもりだよ。その言葉聞き覚えがあるんだけど、 VR 空間に過去の全てが記憶されているという噂は、君が聞いた声はもしかすると茅場明彦のものかもしれないな。そういえば知っているかい、茅場は SAO をクリアされた後に脳を焼き切るほどの高出力スキャンで自分の精神のデジタル化を試みた。成功例のない話だけど、ネットワークの中にあいつはいるのかもな。デスガンの犯人、シンカー兄弟のうち弟の教授はシノンに妄執じみた思いを抱いていた。シノンはここで最強の存在だと決めつけ、その理想をシノンに押し付けていた。俺の勝手な憶測だけど、おそらくイツキもね、君に何かを重ねていた、いや求めていたのかな。今思い返せばだけど、彼らは現実世界より仮想世界に比重が傾いていた。おそらく現実世界に失望していたんだろうね。どちらの世界でも俺たちが生きていることに変わりはないのにな。なんかわからないことばかりだな。でもこれだけは自信を持って言える、君を大切に思うやつはいっぱいいる。その人たちのことを忘れないでほしい。もちろん俺もその一人だから。それじゃあ意味わかんないわよ。まいちいち説明しなくてもわかるだろうけど。みんな考えていることは一緒か。行こう。